で、還暦の誕生日やってて、まあ還暦なんでね、ちょっと奮発して、テファニーの、ティファニーじゃない、ティファニーの、ティファニーのパールのピアスをあげたんで、それと一緒にね、宝来の豚まんを2個買って、もうあの子供家出てるんで、2人しかいないんで、宝来の豚まんを2個買って、2人で食べようと思って、いそいそ帰ったんですね。だからね、豚まんがね、
あのいつまでたってもあのテーブルに上がってこないんですよ。で、なんでかなと思って、あのこの間朝にあの思い出して聞いたら、もう2個とも食べないよって言われました。どういうことやねん。すごいとこやね。普通2個買うてきたら1個ずつ食べるんちゃうか。いや、お置いといたらなんか固まると思って、ずーっと言うてはんねんね。ちょっとかなりショックでね。わかるわ。いずこも同じ。そんなんがね、あの後々を引いていく。次はもう関係ない。全然関係ない。昔ジリオラチンクエっていう人が、あの300音楽祭でグランプリ取った曲で、これ日本では伊藤ゆかりさんが歌ってるんですけど、二、ね、人とも大好きな曲で、夢見ろ思い出。1、2、3、4。私をあなたが待って
この後で伸ばす。そう、それびくん、わかりました。なんか急に変更ってしてんのにもいる。本番に変更でもいる。すみません、宮野さん、あと